運命の恋を見つける現役高校生の恋の修学旅行を追いかけた今日好きになりました。略して今日好き。お願いします。今夜の今日好きは前回プーケット編で成立した育成くんとアスカちゃんの初デートです、はい、そして来週からスタートする新シーズンのメンバーと旅の見どころを先取りしてお届けします。なるほど、はい、まあ、今回新シーズンの旅もねちょっととんでもないものになってるから、はい、この辺の見どころは後ほど後半でお伝えするということね。はい、そして行くアスカップルはアスカの願いを叶えるためとあるデートに行ってきたそうです、はい、さらに2回の旅で一緒だった親友ルナも登場してアスカとの友情を再確認したそうです。はい、それでは見ていきましょう。どうぞ。自分の人生で初めての彼女になってください。お願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとう。手出して。手出せ。両方両方。OK。 ほら、うわ、すごっ。手繋いでもいい？いいよ。めっちゃ久々じゃない？いいのって。実はルナから二人に向けて手紙をもらったんですよ。一緒に二回も旅に行って近くで声を守ってたからこそ本当に嬉しいよ。無理。これからも大好きです。ありがとう。久しぶり。おはよう。久しぶり。ごめんね、呼んじゃって。うん、会いたかったよ。ね、会いたかった。もちろん会いたかった。嬉しい。嬉しい。なんか緊張するんだけどね、なんかね。対面みたい。ちょっとおもろい。いろいろお話ししたくて、うん、呼んじゃいました。ほんまね、嬉しい。呼んでくれても私は嬉しい。そのセブの時から、うん、一番一緒にいたし、うん、いろいろ助けてもらっててさ、だからさ、言ったじゃん、ルナに。ちょっと持ってきたんだよね、今日。何？何？あ、懐かしいっしょ。懐かしいよ。これさ、なんでプーケットにさ、これも、なんかこれ、なんかおもろい、この絵。なんていうの？なんかさ、うん、ちょっと寂しいじゃん。なんかルナと一緒に旅行きたいなって思って別れとか、うんうん、なんかお守り代わりにしてこれを、うん、そのセブの時思い出して、うん、あ、頑張ろうっていう気持ちになるかなって思って持ってったら、うん、いたからさ。いたね。いた。嬉しい。これ持ってきてさ、くれてたの。でしょ。だっているって分かんなくてさ。え、それな。持ってきてくれてたの超嬉しい。本人いるじゃんみたいな。じゃあ乾杯しよっか。うん、せーの、アスルナに乾杯。めっちゃお腹ググった。いただきます。おいしい。おいしい。思えばさ、うん、プーケットからさ1ヶ月半ぐらい経ってない？早い。え、マジ時間経つの早いよね、うん、懐かし、もう懐かしいもん、プーケット。うん、セブだってもっと懐かしくない？もっと懐かしい。うわ、初めて会った時、うん、なんかさ、ジュリは来たじゃん、あの継続メンバーで来ました、うん、だから最初さ4人だったじゃん、うん、で、うん、ルナだけさ、なんかあ、めっちゃ明るかったよね。そう、だからさ、あ、待って、ギャルだみたいな。でも顔見たらなんかえって思って、うん、なんか妖精みたいって思ったの。えマジで妖精。なんか遠い
世界やばみたいな。ちょっと初めて聞いたそれ。アスカは最初ね、もうスタイルもいいし可愛いし年上の人かと思ってた。あ、きっとバレエとか やってて優しい綺麗な人なんだろうなと思ってたらその通りだった。そう、うん、綺麗な人私、うん、ありがとう。いいよ。セブ島でさ、うん、ユージェリーがさ、うん、フライング告白してる時あったじゃん。待ってる時にさ、うん、あの私のイヤリングピアスをさ二人で一緒につけたみたいなあったじゃん。確かに、ね、片耳ずつね。そう片耳ずつ。なんてカップルみたいなのって思った。それで作って撮ってここだけ半分撮ってでまさかのプーケットでアスルナ大復活。でもさ、うん、なんとなくねルナの雰囲気ってさ分かるの。なんかオーラがあるの。先にいたもんね。うん、そう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 、うん、なんかはしゃいじゃった。いや分かる。ちょっと私さ今回の段はさ大人っぽく行こうと思ったわけ、うん、セブと違った一人ですよ、うん、もうね、しょっぱなから無理だった。うわーとか言ったらそれさ、また集結しちゃったからね。ね、そう、なんていうの不安がね、うん、ルナ見た瞬間さって本当に安心感。いや違うじゃん全然、うんうん、しかもずっと一緒にいてさずっと仲良くしてたからさ、うん、なんかもっとやばいみたいな。やばい、やばかった。なんかプーケットの思い出とかある？プーケット始まって旅が、うん、旅が本格的に始まった時もさ、うん、めっちゃねアスカに支えてもらえたよ私は。そう？うん、プーケットに着いてからアスカのツーショットも終わってからアスカが涙を隠して帰ってきたじゃん。え、分かったあれ。え、分かった。うそ、隠してるなって思ってて分かったけどさ、ということはあって思ってなんか察するじゃないけど、なんか分かったから。なんかさ、その時もさ、お互い何も聞き合わずにさ、うん、結構本当に頑張ろうねとか絶対うちは大丈夫だよみたいなことばっか言っててさ、うん、あえてさ、うちら全然深掘りしなくなかったよね、今回。こうなんだよねみたいな暗い話じゃなくて、逆に、うん、なんか私、じゃ成立して絶対帰ろうみたいな結構ポジティブじゃなかった、うん、ね、頑張ろうとかでお互いずっと支え合っててさ、うん、あの部屋も一緒だったじゃん、うん、ホテルの。その時もさ全然どうでもいいようなことばっかずっと話してさ私すぐ寝たし、しかもすぐ寝ちゃった。ずっとなんか一緒にいる安心感と、うん、頑張ろうね大丈夫だよでずっとさ待ってたよね。そうそうそう、あとどうでもいい話。そう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 。一つの旅したじゃん、うん、でどう今気持ちとか。素敵な思い出ができて、まあ、うまくいかなかったこともすごいあるけど、ね、素敵な気持ちをたくさん知れたから私もいつかね素敵な恋ができるように頑張りたいなって思う、ね、わ私もそこにいたい。ルナの恋を間近で応援したいな。でもありがとうマジで、うん、なんかやっぱさ楽話すなんていうの本当にちょっと軽くなった気持ちが。よかったよかった。明日お互い初デートで緊張してると思うし、だからちょっと二人のことを、まあ、ちょっとでも和らげられるように、うん、ちょっとクスって笑ってもらえるように、うん、ちょっと用意してきたものがあるんだけど、うん、育成くんと一緒に見てみて、うん、見てみて、うん、渡すね。うん、あ、じゃあこうやって待ってて。あ、そういうこと。え、どういうこと。明日 見るってこと、うん、一緒に明日見て。はい、せーの、はい、なにかわいい。うん、明日見る。今見ちゃダメなんだよね、うん、明日開けてね。育成くんと一緒に見て。お手紙書いてきたから。見たくなっちゃうよこれは。ダメ。お守り、これもお守り。ちょっとでも、ありがとう。もう最高の楽しい初デートにして、もう
終わったら話聞かせてね。うん、うん、ありがとう。待ってるから楽しみです。うん、終わったらすぐ電話して。オッケー楽しむわ全力で。うん、大丈夫、何も心配しなくて。分かった、うん、ありがとう。うん、久しぶり。おはよう。久しぶり。おはよう。寒いね、大丈夫？ね、超寒いけどさ、上着持ってきてないからそう、このままで。考えてきてくれるんだけど。そう、今日はね、そう考えてきたんですよ。マジ楽しみ、やばい。ウィッシュリボンにさ、書いてくれたじゃん、松尾さんデートしたいって言ってたから、松尾さんに触れ合ったり、あと他の動物とも触れ合ったりできるところで、今日はデートしましょう。はい、しましょう。2人とも人生初えデート、うん、かな。え、そう、そうそうそう。じゃあ俺もだ。一緒、やばい。じゃあそろそろ行きます。レッツゴーする。何それ。じゃあ行きましょう。レッツゴー。まずは、象に触れ合う前に、はい、のカピバラ触れ合い広場にやってきましたね。カピバラに触れるってこと？触れるの。あんまなくない？ない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 、一回もないよ。そうそうないよね。じゃあ入りましょう。うわ、やばい、すごくない？かわいい。失礼します。失礼します。ねえ、なんか、目でかっ、羨ましい。じゃあいいよ、先、はい、バナナあげる。わあ、わあ、おー、すごいすごいすごい。タイミング良すぎでしょ。あ、来た来た来た。おいしい？食べてる？あ、食べてるわ。あ、怖い、待って、怖い、ちょっと大丈夫大丈夫大丈夫。かわいい。もうめっちゃ見てるよ、アスカちゃんのこと。あ、カピバラも好きになったわね。次の動物行きます？うん、行こう。行きましょう。ダメだよ、ダメだよ。いった。見える？やばいよ、こっから見たら。かわいいね。ね、じゃあ一つさ、うん、これで今触れ合ったじゃん、うん、次のとこ行くのあっちなの、うん、あっち行くの結構、まあ、距離あるか分かんないけど、うん、手つないでもいい？いいよ。めっちゃ久々じゃない？いいのって成立してから、うん、確かに。でもお互い寒いからね、手。そう、冷たい、ごめんね。いや、いや全然大丈夫大丈夫。いやでもね、そっか、プーケットでだって、あん時も雨だったよね、成立。うん、雨だったわ。ね、雨だった、雨だった。あ、めっちゃ久々だよね。1ヶ月半ぶりくらいの。うん、2回目。そうだね、2回目。2回目。もうすぐ？そうだね。もう醍醐味の、お待ちかねの像だね。大きくない？めっちゃでかいよね。あれ？かわいい。あ、息白い。息？うん、ほら、はーって今してた。かわいい。わ、すごい、手みたいだね。うん、なんとこれ中に入って触れ合えるんですよ。行きたい。ね、早速先あげる？先あげようかな。待って待って、はい、OK。 はい、バナナ。はい、うまい。わ、
早い、めっちゃ早い。はい、かわいいね。かわいいね、楽しい。めっちゃ念願ね、あなたね、ウィッシュリボンの。でもね、うん、なんとさらにお花にね乗れちゃうんですよ、こうやって。え、怖くない？大丈夫？でも大丈夫だよ、だって背中に乗った時グラグラじゃなかった？確かに。でも多分それよりは安定してるから大丈夫だと思う。しよう、じゃあ行こう。行こう。すごいね、こんなで。大きい。こんな、こんな。こんにちは、お願いします。こんにちは、お願いします。お願いします。え、ね、どっちから乗る？これ、じゃあ早速自分からいいですか？あ、はい、ぜひお願いします。じゃあ私動画撮っとくみたいな。あ、いいよ、思った。あ、いい、ごめん、うん、ありがとう。じゃあ乗りたいと思います。はい。うわぁ、何か怖っ。うぅ、ありがとうございます。オープンか。オープンか。うわ、すげえ、やば。ちょっとやってみ、これ。お願いします。お花持ちな、ごめん、ありがとう。すごい、すごい、筋肉やばくない？やばい。鼻の。あ、いいです。オッケー？うん、オッケー。楽しかったね。ね、楽しかった。ここはお土産スポットだね。うん。お揃いのものを買いますか？せっかくだし。着ながらね。買おっか。買いたいね。そう、お揃いの。象かな。あ、これいいんじゃない？この青と赤の、良くない？これいい。しかもこれ花交差するの、これにしよっか、二人でね。うん、しよう。じゃあ、よし。え、あのね、一つね、うん、あるんだけど、昨日実はね、うん、ルナとお話をしたの。ルナ、私、うん、ずっと助けてくれてたから、またちょっと甘いよって思って、うん、だからルナに助けてもらってばっかだからさ、うん、なんかルナの選ばない？そうだね、いい、じゃあルナちゃんの。いいよ、全然 OK。 ルナちゃん、ルナっぽいものとか、ルナが好きと思う。マゼンタのなんかとか、マゼンタピンク、めっちゃルナちゃんっぽいのはその2つだよね。だよね。え、じゃあもうここはお任せしますよ。こっち OK。うさぎルナっぽい。いいね、これにします。ルナちゃんっぽいね。いいかな、喜んでくれるかな。喜ぶと思うよ。初デートのさ、一発目さ、良、うん、かった。ここで象に乗ってね、ウィッシュリボンの願いをね。そう、はい、ね、良、ね、かった、うん、え、しかもさ、これも変えたし、ルナにも変えたし、そうそう、お揃いも変えたから ね、 ね。はい、じゃあ、え、磁石？え、すごい、すご、はい、え、すごい、ほら、わ、すごい。すごいね。ちょうどこのクロスしてるところなんだね。うん、こうやって。いいね、じゃあお互い持ってよ。うん、やった。いや、めっちゃ嬉しい。ちなみに、うん、この後何するか聞いてもいいですか？この後はお揃いのものを作ろうかなって。うん、お、マジ？そう、やった。ものを作りますね。はい、マジ作りたいって言ってたよね、私ね、うん、そう。やった。まあそうね、世界に2つしかないのかな。うん、それをちょっと作っていきましょう。作ろう、うん、よし。マジ楽しみ。はい、ここです。すごっ、すごくない？これね、お揃いのバングルを作ろうと思って。そう、バングルって腕、腕につける
のです。で、あの文字打ったりとか、そう、なんか本格的でしょやばい、めっちゃすごい世界に2つだけのマグロを作りましょう。袋作りましょう。じゃあさ、刻印どうする？どういうの入れる？名前とかを入れるのか、それとも日付とか入れるのかな。え、じゃあ、うん、名前とイニシャル、な、名前じゃねえわ、イニシャルか、頭文字、例えばお互いの SI と SI だね。あ、それいいかも。アンド、そうそうそう、それとかで、裏に初期年名とか、あ、いいんじゃない。そうする、それいいよね。そうする。じゃあ行きます。あ、なんかすごい変な音するんだけど大丈夫？大丈夫ほら、でもさ、うん、あれじゃない？慎重だよね、うん、2人ともめっちゃ慎重になるけど、よく話しながら打てるねめっちゃ器用だね。なんかあれ思い出さない？あれ、あ、わかった。え、じゃあせーのでいいよ。せーの、ミッシュリボン。そうやっぱそうだよね。あれでしょ、気が散るからみたいな。海、あ、じゃあ海じゃない、プール、人いなくない？あ、そう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 、私超適当な返事しちゃった、あれごめんねいやいやいや、いや、これむずい、うん、なんか片言みたいな、わかるあ、いいんじゃない、可愛いと思う、まあ、いいよね、うん、逆にね、こういうのもね。え、うまくない？でしょ、ちょっと頑張った。うまい、ちょっと頑張ったよ。いや、めっちゃいいと思うよ。え、よくない？ね、オッケー。ちょっと、じゃあ、こちら完成になります、はい、やばー、めっちゃ綺麗。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、なんか光ってんだけど歪んでるのにさ、綺麗に見える。めっちゃ綺麗に見えるねすごい。え、じゃあ、つけよっか。うん、お願いします。そっちか、え、めっちゃ良くない？左手だよね。うん、で、で、これでこうかな。あ、よし、オッケー、どう？やった、いいね、いい。え、すごい、めっちゃ綺麗だよ。ありがとう。いいいい、え、マジで世界に2つだけどね。お揃いだからね、しかも自分たちで作ったからね。ね、めっちゃいい思い出、宝物だから、うん。もう一つあるんでしょ？うん、そう、もう一つ実はあって。え、いい、聞いて。いいよ。どこ行くんですか？これをつけて、うん、カフェに行きましょう。カフェ、カフェ、おお、いい。パンケーキ、お楽しみで。おお、うん、行こう。いや、でもめっちゃ一生の思い出ですね。また増えちゃったよ。めっちゃ綺麗。なんかさ、あれじゃない？ツーショット思い出すよね。わかる、なんかさ、めっちゃ映えそう。そうそう、ちょっとおしゃれな感じで。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。これ？そう、実は、そうなんですよ。そう、だから絶対なんか当ててくるなと思ったの、うん、あえてフレンチトーストにしました。でもめっちゃ美味しそう。いいでしょ、やばい。いただきます。いただきます。うん、うまっ、やば、あ、これうまいわ、やばいわ。食べた瞬間とろけるね、パンなのに。そう、パンですよ、うん、美味しかったね。めっちゃ美味しかったね。ね、ごちそうさまでした。いや、でもね、本当になんか楽しんでもらえてよかったかな。いやいやいや、うん、こちらこそありがとう。あと一ついい、今日、うん、
ょっとくっついてもいいですか。なんて言うんだろうな、まあ、近づいてもいいですか。え、全然いいですか。どうぞ。あ、彼氏彼女っぽいわこれめっちゃぽい。憧れますよね。もうだってもう高校生終わっちゃいますし、ね、いっぱい動物にも触れられたし、うん、これも作れたし、うん、食べれたし、これね、うん、もう最高、マジ最高、ありがとう本当に。いえいえいえ、もう初デート大成功ですよね。え、マジ大成功。さあ、うん、なんかね、うん、昨日ルナとお話しした時に、うん、実はルナから、うん、二人に向けて手紙をもらったんですよ。ルナちゃんから？そう、実は。なのでそれは私はまだ見てなくて、うんうんうん、見たかったんだけどね。そうなんだ。我慢しておいたの。やばくない？可愛い、やば。じゃ私が読みたいと思います。はい。私は見てないからね。はいはい。え、どんなこと書いてあんの？いきます。うん。アスカと育成君へ。俺こんだけ会ってても会いたいなと思う時とかあるやん。我慢できんから会いに行くよな。え、かわいい。あの俺らの喧嘩のネタは、うんうん、寝たか寝てないか問題。彼女に一言。ジュリー。ユイに似合う男に。行きます、うん、アスカと育成くんへ。二人の初デートはどうだった。楽しかった。てんてんてんはてな。育成くん、私の大事な大事な可愛い可愛いアスカに悲しい思いをさせたらダメだよ、はい、うちがすぐに飛んで行って怒るよ。泣く泣きそう。アスカが寂しくないように気持ちをちゃんと伝えてあげてね。ねえねえ、どうしよう。はいはいはい、ちょっと待って、いやだ、私こういうの無理。アスカ、一緒に2回も旅に行って近くで声を守ってたからこそ本当に嬉しいよ。でも少し育成くんが羨ましいよ我慢しろ。こんなに可愛いアスカのそばにいれるのが爆笑。これからもアスルナはアスルナだから、何かあった時はいつでも相談してね。ラブナのハート、いつもありがとう。二人のことを私はとっても応援しているので、これからもイクアスらしく幸せに過ごしてね。二人のラブラブキュンキュンエピソードをたくさん聞かせてね。ハート、待ってます、スルナより。うわ、見てる。いや似顔絵これ。あー、もう本当にやだ。マジルナさ、私をたくさん泣かせようとするよね。でもちゃんとね、あのアスカに気持ちを伝えてねって言われたから、うん、もうここでしか伝えられないからね今ね。やっぱまあ人生初めての彼女になってくれてありがとう。ほんと今日一日も濃かったし、なんならプーケットの一日目も濃かったし、人生初の彼女がアスカちゃんでよかったなって本当に心の底から思うし、これからも大好きです。ありがとう。お互い高め合って、うん、まあ、幸せにやっていきたいので、これからも隣にいてください。ありがとうございます。はい、そういえばさ、うん、俺今日ねウィッシュリボン持ってきてるの。うん、開かなかったやつ。そうだからさ、これさ一人で書くものだったじゃん、うん、だけどさ成立して、これからの二人のことを書かないと思って。いいよ、書こうそう、書こう。仲良くいられますように。はい、はい、
ねえ、やっと書けた。よかった、マジで。一緒にも叶ったしね。そうだね、これが次は叶う番だね。そうだね、うん、まあ、これからもいろんなとこたくさん行こう、うん、一緒にね、うん、いろんなデート行こう。行こう、うん、ありがとう。